こうやってちょっと一つずつ種を取って、うん、でここに巻きつけて、でここに後ろ側に行っているので、で前に種がこれは落ちてくれるんですね。でもこれ、ね、手作業なんですよ。地道にいっぺんにできないので、でコツが分かるとこれ面白いです。これをこんな感じで、なるほど、そこに溜まったのをそこにカゴに入れていく、はい、これ手作り、手作りの、はい、そして、はい、こっち側が、うん、これが機械になるんですけど、うん、ちょっとうるさいです、うん、ちょっとうるさくなりますが、横なので取りづらいんですけど、うんうん、これ緑の種が、三分的には難しくないんですけど、なんせ一つずつこうやっていかなきゃいけないので、そうか、そうなんです。すごい作業ですね。面白くて、子供でもできるから、手作りの機械、これもこのモーターだけを使って回して、はい、すごい面白い、軽いもので、でこちらで肩をこっちにやって、で上の種はこっちに入れる、貼っていただけると、なるほど、そうなんです。